てかね、ソラね、やっぱカムイでの経験マジで生きてる。てかね、ケンキャラの経験がガチで生きてる。ソラね、本当になんかその武器判定を使う場面がめちゃくちゃ多いっすね。自分が剣を持っているということを自覚して戦う必要がマジであって、それがマジでカムイの経験が生きた。まあカウンターとかもそうだけどね。まあ、何度も、みんな結構言ってるけど、やっぱ空って本当に実装して10日とかでさ、かがり火迎えたけど、やっぱなんか、経験というか、やっぱ違かった。なんか俺に合ってる度がすごい、やっぱ空。すごい俺の好きなキャラなんだよね、単純に。キャラが好きって意味じゃなくて、単純その性能面がかなり俺に合ってるというか、まあ、神、まあ、似てる、めっちゃ似てるかって言われたらそんなに似てないんだけど、だいぶなんか、カムイで得たものというか、あるよね。間違いなく。ガード崩しづらいのとかもなんかカムイっぽさあるもん。マジで。地上のさ、横の差し合いそんなに強くなくてさ、ガード崩しにくいのとかまんまなんかカムイとソラってなんか一緒なんだよね、体感。なソラもカムイもさ、なんかソラってまあ一応 0% とか本当に結構低いパーセントで相手掴んだら投げ込まるけどさ、もう結構 50% とか 40% ぐらいからソラって投げ込んなくなるじゃん。な投げ込んとか後半投げ込ん全然ないのとかもカムイとソラすぐに似てるし、投げ込んないし投げの発生もめっちゃ早いわけじゃないのになんかふわふわジャンプだったりとかするからね。ガード崩さなきゃいけないのとかも、すごいカムイと似てるんだよね。空でガード崩せない時のね、カムイ使ってた時の記憶の蘇り方すごいんだよな。まんま一緒だもん、マジで。ガード崩しづらさ。これ昔のやつってなる。カムイと空どっちが強いのかは結構わかんないな、正直。カムイも結構強いからね。まあ、俺結構カムイの評価高いから、まあ、その辺ちょっとまだわかんないけど。それ強いマジで。最後の反転ガード。反転ガードは、まあ、あれ結構俺日常的にやってるやつやけど。てかホムヒカもね結構対策してきたんだけどね、割と。まあ、てかねあれなんだよね、なんか、ま、割と、ま、こいつもさ割と対策した気でいたというか、まあまあ、割と考えてはきたんだよね。考えてはきたし、まあ、実際、まあ、勝ったんだけど、まあ、なんかコメントとかで、まあ、割と押されてたシーンとかもあったけどさ、なんか、まあ、こいつ、まあ、もちろん対策うんぬんとかあるけどさ、もう別にこいつ S ランクだからさ、もうキャラランク高えからさ、これこれ、フォックスの時とかも言ったんだけど、フォックスとかロイの時とかも言ったんだけど、なんか苦手とかじゃなくてさ、強いんだよな、キャラが。もう。単純に。フォックスとかロイに負けた時も、なんか全く同じこと言ったんだけど、なんかなんかザクレ苦手だよね、とか、なんか、言ってる人いるけど、そういう問題じゃねえんだよな。強いからさ、キャラが。対策でどうにかなるなら苦労しねえんだよな。普通に相手もうめえから普通にね。ドンキーコングにさ戦績悪いとかだったらさあーやっぱ苦手なのかなみたいになるのわかるじゃん。だドンキーコングに戦績悪いとかさ、カービィに何回も負けてますとかだったらさあーまあこの人苦手なのかなみたいになるじゃん。そういうのはわかるじゃん。でさ、フォックス、ロイとか、ホビヒカとかに負けてさ苦手なのかな、もうクソもなくない。もう相手がうまかったらそれは負けるやん、キャラ強いんやからさ。対策でどうにかなんねえから強キャラなんだよね。割と。結構どうしようもない部分どうしようもないからね。ただまあ、それなりにはやっぱ対策というか頑張ってたと思うよ、俺。普通に。まあ、ジョーカーとかロボットでの対ホムヒカと多分空での対ホムヒカって全然多分違うから、まあ、
対策とか結構変わってくんだけど、結局だけどその結構根本的な対策というか、まあブレイズエンドとかね、復帰阻止とか、まあいろんな面でのその対策は割と前よりはだいぶ光ってたんじゃないかなとは思うけどね。まあそのキャラが変わってるからさ、どこら辺対策したかとかって結構やっぱ分かりづらいじゃん、見てる側からしたら。なんかね、ソラ、まあ、今回俺、ソラ、俺のその優勝を見てさ、ソラ扱いますみたいに言ってくれるのはね、マジ嬉しいんだけど、まあ、過酷な道やから頑張れ。まあ、ジョーカーの時も全く同じこと言ったけど、まあ、ジョーカーと一緒だよ、ソラ。割と。なんかその辛い道のりは一緒。まあ、ジョーカーよりはソラの方がまだ、簡単かもしんないけど、簡単というか、まだなんとか使いやすいかもしんないけど。まあでもアリセーヌがいる分、どうだ、トントンかなって感じだけど。まあ、ジョーカーもだけど、ソラもだけど、まあ、ソラ頑張りますって言ってくれるのは嬉しいですけど、頑張ってください。辛い道のりなんで頑張ってください、みたいな。見て。行くはぁ。セーフ。まあただまああれやな、まあ空で優勝した俺が思うのはまだちょっと S ランクのパワーを感じてるかどうかって言ったらちょっと怪しい、正直。まあ、S ランクっていうかトップ5は間違いなくちょっとないかな、やっぱり。天もちょっと俺の中では、まあ、今のところ、うん、怪しい部分はかなりあるけど、まあ今後次第かな。今後俺がもっと連打上げていろんなキャラと対戦してやってみて、その思ったより感触良かったりしたらまた評価変わってくるけどね。まだ本当に何度も言うけど、まだ2週間とかしか経ってないからね、実装されてから。俺でも俺にもまだ分かんないことあるからさ。だからまあその辺やってみてだよね。アップデートで強化されることはないんじゃないかな。そんなに弱くはないよ。うん、まあ、強化されたら嬉しいけど、アップデートで強化されることはないと思いますよ。うん、まあ多分ね。で、そうだな、背面のカウンター取れねえのはやっぱ不便だったな。不便だよな、間違いなく。チクッ、もうきついよこれ。アルセンヌがいないからどうすんだこれ。きついんごよこれ、これきついんごよこれ。